口先生、はい、はい、今回はですね Echoes of Duality、同名のアルバムがありますけれども、うん、まあ、二面性ということをテーマにしまして、うんうん、音楽の二面性であったりキャラクターの二面性、演出の二面性があるかもしれないし、まあ、そういったこう対比するものっていうものをテーマにライブを作り上げていこうと思っております。なので分かりやすく言うとあのブレイズを今年の 頭というか前半出して、ベイビー・ドント・クライを出して、まあ、これはすごいこう強い3代目と、まあ、バラードで見せる3代目、これもある意味こう2面性ですね。確かに、まあ、こういったことがライブでいっぱい繰り広げられるんじゃないかなと思ってます。ツンデレの嵐、嵐、うん、大変ですよね、多分見てる方はね、感情がね、そう、感情がね、うん、ジェットコースターですよ、もう本当に、うん、ライブの交代浴、交代浴、締めて緩めて締めて緩めて御礼御礼で行かせていただきます、はい、そういうことです、はい。確かに解禁されてる時ってリハまだ始まってないからね、うん、そうですね、っていうかもう何にも始まってない、確かに、だって曲すらも出来上がってなかったから、あの、うん、今回解禁早かったですもんね、うん、早めに解禁して、ね、皆さんにも準備してもらって、アルバム作りながら解禁したから、僕らもどうなるかな、そうそう、だからテーマを早めに決めなきゃなんて言ってかなり早めに決めはしましたが、うん、ゴールがなんとなく見えてたから僕らはずっとイメージしてたけど、でも曲が揃うとまた全然違いますね、うん、確かにクリエイターさんの曲に乗っかっていくような曲の作り方をして、うんうん、ボーカルもそうやってレコーディングしてくれたっていうのもあって、うん、こういろんな面がアルバムの中に入って、そうだね、結局全部違う顔っていう、うん、だそれからやっぱこう引き出されるライブのイメージはやっぱり今までとは全然違いますよね。そうね、うん、それぞれのメンバーの見せ場みたいなのも、うん、あれこれここまで言っていいのかな、いやいいんですよメンバーの見せ場みたいなところもあったりとか、確かに今までだったらああいうことやんなかったもんね、うん、ああいう感じではなかった、うん、だから今までとはまあ全く違うライブになってるなっていう、それが結構作りながら見えてきたと思いますね。でもなきさん、あんまり今までと違うっていうと、はい、いつもの3代目のライブ見れないのって人もいらっしゃいますよ。どうですかそのあたり、そこはさ、はい、めっちゃ考えてますよね。そこはめっちゃ考えてます。新曲やるんだけども今までこう3代目のライブだったりとか3代目のライブに皆さんが求めてるものっていうのはどうやって失わないまま新しいものにするかっていうのはすごく難しいじゃないですか、うん、確かに。そこはもうだから僕らのことですよね、任してください、そこはもう安心してくださいだから新しい3代目とこれまでの欲しい3代目の二面性、あ、そういう着地にもなってくるんですね、よろしくお願いします行かせていただきます、よろしくお願いします。この間ね、うん、みんなで久々にバーベキューしまして、しましたね、結構シンクった話というか、うん、まあまあ割と結構定期的には話してる方ではあるとは思いますけど、うん、ね、やっぱりこの成熟してきてるグループだし、歴史があるからこそできる話とか、うん、今と今後っていうのを結構話して、うん、まあ、またなんか一つになってこのツアーに対しての僕らが今現時点で持つ意味みたいなのをすごく感じてるし、まあ一つになったからより全員の気持ちと意見が乗っかったライブに なりそうかなって感じですね、今リハやってる限りで、うん、だってその時にあの編集やっぱこうしようよって言って急遽スタッフに電話したりとか、ね、あとこういろいろそれぞれ意見もっと出し合ってこうよみたいなところから次の日のリハから変わったり変わったりしてね、そうそうそう、だから、うん、いい回でしたね、いい回ですよ、うん、うん、ありありのありですよねてんこもてんこもリーぐらいってことですね、リーぐらいてんこもですね、はい、いやだからアルバムをめちゃくちゃ聴いてきてほしいですよね、その読み込みでまたより楽しめるところもあったり、うん、この間ベビドン聴いてくれて皆さんからもご意見もらいましたけども、アルバムすごい聴きやすいと思ってて俺、うん、
うん、なんかそのループしやすい、いろんなシチュエーションに自分皆さんの生活の中にこう入り込んで BGM としても聴けるし、皆さんの生活にこのアルバムが溶け込むかなと思ってるんで、なるほどね、ループして聴くにはすごくいいのかなと思うんですよね。うん、確かに確かに、新しい面がこのアルバムで僕らはすごく、俺的には3代目のもそうだし、ボーカル2人の新しい顔を見たなっていう感じがするので、まずその面をこう期待していただきたいかなっていうのもありますしね。セットはね、もうこれは3代目史上最大の丸々みたいな。そうね。でも絶対にどんな席からでも絶対によく見えると思うよね。間違いない。どの席も神席。それをテーマにしてね、はい、やっております、やらせていただいております。うん、で多分何度来ても楽しめる、そうですね、層の厚いライブとなっております。海の親がここにいますから。そうですね、前回はね、そのね、伝説のライブにするぞっていうので、うん、まあ、JSB ランドっていうのが、うん、まさにこうね、アリーナツアーがドームツアーにつながって、うんうんうん、お祭りの集大成みたいな、うん、メイトの皆さんと作る伝説のライブ、うん、出来上がったと思います。今回は神話です。どうですか、僕ら嘘ついてました？伝説のライブでしたよね今回。皆さん来たら神々の話を目撃することになりますよ。目撃者になる。ウィットの神話の誰も笑ってないわ。見て、薬とか空調の音が、空調の音が聞こえるぐらい静まり返ってる。いや、まあそれの意味がね、会場に来てくださった方は分かると思う。いや、そうです、あながちギャグじゃないっていう、ぜひ会場で目撃してください。はい、はい、3代目としてもオリジナルアルバムを携えた久しぶりのドームツアーということで、本当に会場で最後に、このライブを完成させるのは会場に来てくださる皆さんだと思っております。なのでメイトの皆さんと2024年最大の最高の思い出を一緒に作りたいなと思いますので、会場でぜひお会いしましょう。お待ちしてます。メイトの皆さん、いつもありがとうございます。間違いなく楽しいライブにします。そして直樹も言った通り、皆さんがそこにいてこその、僕ら3代目のライブなのでですね、一緒に神話作りに参加しませんか？